それでは、食物連鎖と、捕食者と被食者の個体数の変化について解説します。まず、食物連鎖っていうのは大丈夫だよね。あの、生物間の食う加われるの関係ね。これを食物連鎖って言うんだったね。例えば、A は B に食われる。ね、B は C に食われる、ね。こんな風なね、生物間の食う加われるの関係を食物連鎖っていうことがあるんだね。 ただね、あの、この、食う、食われるの関係ってね、まあ実際はもちろん直線的なものではなくて、ね、実際はアニメ上にね、複雑にその関係は絡み合っているんだよね。ね、そういう場合に、食物網って言ったりもする。ね。けどまあ、今はね、食物連鎖と食物網って、こう、同じ意味の言葉として使うことがね、多いから、あんまり気にしなくても大丈夫。まあ、テストなんかでね、 こう、食物連鎖と食物網ね、どっちの言葉で答えた方がいいかなって迷ったときはね、まあ、網目状って言葉が出てきたら、食物網って答えた方がいいですね。あの、この空空割りのね、つながりは、こう、網目状になってるよ。ね、このつながり、ね、この網目状のつながり、ね、その全体を何と言うかなって聞かれたら、まあ、食物連鎖って答えるよりは、食物網って答えた方がいいですね。では、 え、捕食者。これは食う側だね。と、被食者。ね、これは食われる側だ。ね、捕食者と被食者の、ね、個体数の変動を表すグラフを見てみよう。実はね、捕食者と被食者の、ね、この個体数。ね、それはね、このグラフのようにね、こう振動する。ね、こう波のようになる。ね、そんな傾向があるんだ。ね、現実には、 ね、こんな綺麗なグラフにはならないけど、ね、これは一つのイメージだけど、ね、例えば、十分な量の被食者がいると、それを食べて、捕食者の数が増えてくる。ね、捕食者の数がどんどん増えてくると、被食者は食べられちゃって、数を減らしてくる。で、被食者の数が減ってくると、ね、捕食者にとって餌が減るわけだから、 捕食者の数もだんだん減ってくる。で、捕食者の数が減ってくると、被食者は増殖して数を回復する。で、被食者が増えてくると、捕食者がまた増えてくる。こんな風に、捕食者の個体数と被食者の個体数は、 ね、振動する。ね、こう、波のようになる。ね、そんな傾向があるんだね。高校生はね、あんまり深く考えず、被植者のピークの少し後ろに、捕食者のピークが来る。ね、そんな風に捉えておけば OK。ね、被植者のピークの少し後ろに、捕食者のピークが来る。この、ピークってこのお山のてっぺんね、被植者の山のてっぺんの少し あとに、捕食者の山のてっぺんが来る。ね。まあ、そんな風に捉えておけば OK です。ここに示しているのは、一つのモデル。一つの、こう、理想の形だけど、でも、この捕食者の個体数と、被食者の個体数の周期的な振動っていうのは、自然界でもね、いくつか例は見つかっているんですね。では、 このグラフを少し丁寧に見ていこう。このグラフを丁寧に見ると、丸一番、丸二番、丸三番、丸四番っていう4つのステップがあることがわかる。丸一番は、被食者も、捕食者も数を増やしてるステップ。丸二番は、被食者は減ってるんだけど、捕食者は増えてるっていうステップ。 丸三番は、捕食者も、被食者も減ってるよっていうステップ。丸四番は、捕食者は減ってるんだけど、被食者は増えてるよっていうステップ。ね、この、一二三四っていうステップが繰り返されていることがわかりますね。それをこんなグラフで表す場合もあるんだね。 まあこれはちょっとね、あの雑すぎる書き方なんだけど、まあ今日はイメージだけ掴んでほしいんだけど、横軸に被植者の個体数、縦軸に捕食者の個体数を取ります。そうすると、こんな風な丸いグラフがね、描けるんだね。さっきのグラフを見ながら確認してみよう。ね。被植者と捕食者が どっちも増える。ね。そんな時期。ね。被食者も増える。つまり、こう、右に進む。ね。捕食者も増える。上に進む。ね。そんな時期がある。ね。それがこの丸一番っていう時期。次に、捕食者は増えていくんだけど、被食者は減っていくっていう時期。捕食者は増えていく。ね。 上に進むんだけど、被食者は減っていく。左に進むっていう時期ね。それが丸2番っていう時期だ。捕食者は増えるんだけど、被食者は減っていく。で、丸3番はどっちも減っていく、ね。丸3番はどっちも減っていく。被食者も減るから左に。 捕食者も減るから下にね、そんな風に変化する。丸3番。非食者も捕食者もね、減るステップがある。で、最後は、捕食者は減るんだけど、被食者は増える。捕食者は減るんだけど、被食者は増える。ね、そんなステップ。それが丸4番だね。 こんな風な丸1、丸2、丸3、丸4の変化が繰り返されるとすると、ね、こんな丸いグラフが描けることになるんだね。あまり高校生は気にしなくていいけど、ね、これはね、一つのね、こう、シンプルに考えたモデルです。捕食者と被食者の個体数がこう振動する、ね、周期的にこう変化する、ね。 それを表す一つの、ね、一つのモデルですね。もちろん、このモデルの背景には、数式があるんだけど、でも高校生はあんまりそこまで気にしなくていいです。まあ高校生は、捕食者の個体数と、被食者の個体数は、こ周期的に変化する、そんな傾向があるんだな。捕食者の個体数のピークは、被食者の個体数のピークの少し後ろに来るんだな。 そのくらい理解しておけばバッチリです。では復習してみてください。